おばねーす。え、今日はですね、大阪日大の飛び立ちに行ってます。もう飛び立ちっていうかね、観光行かれたら分かると思うんですけども、大阪飛び立ち観光に怪しい民泊ができたということで、今日は早速潜入したいと思います。はい、潜入観光行かれたら分かってると思います。怪しいね、怪しさしかないんで、開けてからコンコンかい、うん、はい、コンコン、はい、さあ、これちょっとね、奥に侵入してみたいと思います。これ、ね、民泊やってるということなんで、あいよー、あ、まあ、この奥ですね。押し入れで、押し入れじゃないですね。押し入れじゃないですね。まだ奥がこれ部屋があって。コンコンね。トイレで、トイレやないと。ね。うんこしてるじゃないと。あれ。こんにちは。あ。あのね。はい。あ。あの、寝てるんですよ。店主ですか。店主ちゃいます、お客さんです。なんかこれ、民泊がある時で、ある時で聞いたんですけど。困ってるんですよ、はい、私。はい。さんなんですけど。はい。どちらさんですか？で、なんか、ここで民泊やってるって、ちょっとインタビューしろって言われて。あー、なんか。強制的に来たんですけどもね。あの、私、あの、宿泊客なんで。あ、そうですか。まあ、知ってることだけは、はい。お伝えしますけど、なん、はい、なんですか、もう寝てるんですよ、もう。明日、あの USJ 行きたい。知らんがい、 USJ とか。何がどうなんですか、この民泊所って。なんかあるでしょ。ないっすよ。なんかまあそのあれちゃいます。どれやで。バーの奥が宿泊施設なんじゃないですか。なんで適当やな。もう明日ね、京都も行かなあかん。そら知らんがい。ここにこのシステムを聞きたいです。システムを知って、はい。いや、知らないですよ。私、お客さんなんで、ね。どないやん。うん。なんか。あ、お宅はどういうシステムなんですか。私のシステム、はい。いや、私はちょっとまあ、東京から来て。東京から来てどういうシステムですか、これ。ここは。ここのシステムですか。はい。まあ、あれちゃいますの。どれやん。はい。宿泊してるだけなんで。なんやね、一泊何時間でこう何ぼとかあるの。でもちょっと店主に聞いてもらえます。な、私だからさっきチェックインしただけなんですよ。チェックアウトの時にいろいろ。誰か来ましたよ。ジェニーさんっておられますよ。ちょっと待ってください。どうも、おはようございます。先ほどね、うるさいからちょっと待って。うるさいやろ。もうやめ。テイクツアー。はい、西成さんのとある民泊でした。飛びたからね。ね。でもちょっとね、今ね、ね、まあ、あれ何それ、え、放送事故、王子かなと思われた方もおるんですけど、まあガチです。ね、まあまあいろんな民泊もある、こういう民泊もあるということで、でもう勘のいい方でずっと見られて、このチャンネル見られてる方は何のことか分かってると思うんですけども、ここに来て民泊およびいろんなことをして楽しんでください。じゃあまたチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。